松田学です。週一度ほど届けておりますニュース解説の中のウクライナの情勢についてですね。ウクライナ戦争の情勢につきまして、今回は7月末から8月の2日ぐらいまでの間の、で流れたニュースを中心に解説をしたいと思いますが、まず、 このウクライナに対するロシアによる軍事侵攻が当然のように続いているんですが、ウクライナの各地でロシア軍とウクライナ軍が戦闘を続けていまして、大勢の市民が国外へ避難しているという状況ですね。アメリカのシンクタンク戦争研究所が8月1日にですね、こんなことを言ってまして、ロシア軍は東部ドネツク州からウクライナ南部の防衛拠点へ部隊の移動を続けていると。 で、イギリス国防省もですね、ロシア軍が南東部の前線を強化しようとしていると指摘していると。え、これに対してウクライナ軍はアメリカから供与された高機動ロケット砲システム、ハイマースなどを活用してですね、南部で支配地域の奪還を目指していると。双方の攻防がさらに激しくなると見られているというのが、この時点のニュースですね。え、プーチン大統領はこの、この NPT の再検討会議に合わせて、実はですね、 こんな声明を出してまして、核戦争に勝者なく、決して戦ってはならないと、えー、ロシア大統領府が8月1日に、えー、プーチン大統領のメッセージを公開しています。えー、この中で、えー、プーチン大統領はですね、ロシアは核拡散防止条約の締約国であり、えーえー、条文の文言と精神を一貫して遵守している、また関連する兵器の削減や、 制限に関するアメリカとの二国間協定に基づく義務も完全に果たしていると主張しているということなんですね。で、その上で我々は核戦争に勝者はなく、決して戦ってはならないと信じているとしていると。また、この再検討会議が全ての NPT 締約国が、その約束を厳密に遵守する場となるとともに、核拡散防止体制の強化と世界の平和、安全、安定の確保に貢献する意思を確認する場になることを期待しているとしている。 なんかあの、プーチンはですね、もしかしたら核を使うことでもやぶさかでないというふうなことを言ってみたりと言われていたので、ちょっとこれ、あ,あの、このね、核は使っちゃいけないなんてこう言ってるのは意外な感じをもしないでもないんですけども、えもともとあの、プーチン大統領はウクライナへの軍事侵攻後ですね、核戦力を念頭に核抑止力を特別警戒態勢に引き上げるを命じていたわけですね。 で、4月には複数の核弾頭を搭載できる新型の ICBM の発射実験を行っていたわけですね。で、核による威嚇を続けているわけで、えー、で、このメッセージの、今回のメッセージの中でこうした行為への言及はなかったんですね。えー、まあ、この背景何なのかなというふうに考えますと、ちょっと実は先ほどですね、あの、軍事専門家の矢野義明さんと対談を収録したばかりなんで、近いうちに、このチャンネルで配信され,されるんですが、まあ、矢野さんの分析はさすがでしてですね、 この我々が西側から一方的に得ている一種の西側のプロパガンダの情報ばかりしか我々は知らされていないんですね。 ところで真相を見ますとですね、随分違う姿が見えてきます。あの、今、アメリカ、ロシアとウクライナ、まあ、アメリカですね、サイドとの戦闘の状況についてお話し,しましたけれども、実は、この矢野さんによりますと、ゲラシモフ参謀総長がすでにですね、ゲラシモフ報告書っていうのはもう出しててですね、でなんと、ロシアはですね、もう5年前から今回の進行を計画していたと。背景には NATO の東方拡大があってですね、ウクライナが このミロシェビッチ大統領の時にですね、完全にこの西側の方に、NATO 側に食い込んでいってですね、これはもう、もう国境のところまで NATO の脅威が迫っていると。もうこれは、この状況を打開しなければいけないと5年前から計画して、そのためのですね、あの、軍事作戦を着々と準備していたっていうんですね。で、しかもですね、このア,ミアロシアにとっては自国の安全保障という極めて強いですね、まあ、国家防衛意識がある。 他方でウクライナはこの辺はもうガタガタだというご指摘でしてですね。 元々、西側の傀儡政権になっているわけですね。ポロシェンコ、ポロシェンコ大統領の時からですね。で、この、その状況でですね、もう傀儡がやっている、このウクライナと、この国家がこう、まとまっているロシアでは全然最初が違うし、戦争の準備も、あの、状況も違うんだという話をされて、もう圧倒的にロシアが強くてですね、 あの、今月末にはですね、このロシアが手に入れた支配地域を収め、南部の方もですね、まあオデーサのあたりまでですね、招致に収めるかもしれないと、うん、というようなことを言ってますね。 えー、我々から見ると、とにかくウクライナの人たちはみんな戦意が高くてですね、えー、国民が立ち上がってロシアに対抗している。けしからんロシアを追い出そうとしている、えー。そのために、えー、アメリカもどんどん、先ほどハイマースの話しましたけれども、軍事支援をして、えー、そして武力による現状変更を許さないということに目的に向かってやってるんだという話ばっかり入ってるんですが、実は実態は逆でロシアは完全に優勢であると。 いう話なんですね。で、この流れで見ますと、プーチンが、この、かなりこの戦況が読めないときは、場合によっては核を使うぞといったわけなんですが、まあ今や、 ロシアの優勢がかなり見えてきているとなると、やっぱりこの余裕が出てきるのかどうかわかりませんが、この核についてはですね、平和の立場からですね、きちんと我々は国際的な約束を遵守していくということを言ったのかなとふと思ったりしたわけなんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、我々は知らされているのとは全然違う。 のが実態で、えー、そこはですね、情報というのをとにかく西側だけじゃなくて、幅広く、えー、例えばインドとかオーストリアとかですね、ヨーロッパのオーストリアとか、えー、あるいはロシアの発表とか、いろんなものを公平に見るべきであるというのが、矢野あの、さんの主張でした。ぜひ、あの、番組を楽しみにしておいていただければと思います。えー、さてですね、ウクライナ側はどうかというと、この、ゼレン、大統領府のイエルマク長官がですね、これ7月31日に NHK の単独インタビューでこんなふうに言っています。 ウクライナ軍が南部で反撃を強めていることについて、えー、国の独立と主権において譲歩することは決してないぞと。領土の一体性を100%回復することがゴールだと。あくまでこの立場を、強気の立場をウクライナは全く崩していないと。ただこのイエルマク長官はですね、戦争が冬まで続くと軍事作戦も領土の奪還も困難になると。冬が来る前に事態を打開すべくあらゆる手段を取ることが議論の中心になっていると。 え、で、まあウクライナ側の軍事活動にも、冬になると気象が生じると。そういう厳しい冬の到来を前にですね、東部や南部の領土奪還を目指して、戦闘を終結させたいという考えをけにしたということですが、でもこれ、希望的な願望に終わるかもしれないですね、先ほどの話を思いますと。で、このイエルマク長官はですね、こうも言ってまして、ロシアは食料だけでなく、エネルギーなど、あらゆる手段を武器にしていると。 各国はこの動きに対して責任ある行動を取るべきだということで、エネルギーなどの輸出を手こに、制裁解除を求めるロシアの姿勢は変わらないとして、欧米各国は制裁強化などの圧力を強めるべきだと強調したということですね。 そしてですね、ゼレンスキーが、このロシア軍がミサイル40発、戦争開始以降、最も残忍な砲撃があったということを4月31日のビデオ演説で述べています。この日のウクライナ南部へのロシアのミサイル攻撃について、戦争開始以来の全期間で最も残忍な砲撃の一つだと、侵略を続けるロシアを強く批判しています。ウクライナ国営通信なんかによりますと、8月1日、 えー、ミコーラユ優秀に約40発のミサイル攻撃があってですね、集合住宅、宿泊施設といった70箇所以上が被害を受けたと。 いうことだそうです。で、国内最大手の穀物七74歳の方が、あの、奥さんと一緒に死亡しています。これ後でも取り上げますが、で、ミコロア優州にはですね、穀物輸出第2の主要港がありますが、ウクライナとロシアが7月に、例の国連やトルコと交わした合意で、輸出再開の、食料輸出再開の合意の対象にはなっていない、そうなんですね、そこの港はですね。 一方この対象となって、合意の対象となっている港がある南部のオデーサ州ではです、ね、この採石場にミサイル2発が着弾したということで、輸出再開の準備が大詰めを迎えていたタイミングで、ロシアが挑発し,たしようとする意図があったんじゃないかというふうに見られているそうです。 で、今、今先ほど述べた、あの、死亡した、奥さんと共に死亡した、穀物省の方は、小麦やトウモロコシの生産と輸出を専門としていてですね、輸送船や造船所も所有している国内最大級の穀物企業を経営していたそうです。海上輸出再開の交渉にも関わっていたそうです。ウクライナ大統領府顧問はですね、砲弾は寝室に正確に命中していた。意図的に狙われたのは疑いの余地がないと訴えています。ゼレンスキー大統領もですね、 世界の食料安全保障を保障してきたのは、まさにこのような人々、このような企業だと述べて、反撃するぞと共存したそうです。さてですね、このウクライナで紛争が長引いている間に、日本への避難民がどんどん増えています。7月31日現在では、デー収出入国在留管理庁によりますと、ウクライナから日本に避難した人はですね、1660人と。内訳は今年4月に政府専用機で避難してきた人が20人。 政府が座席を借り上げた民間の航空機で避難してきた人が164人、その他の手段で避難してきた人が1476人だということで、性別は男性が422人、女性が1238人と圧倒的に女性が多いですね。政府は避難してきた人たちに90日間の短期滞在を認める在留資格を付与します。本人が希望すれば就労が可能で、1年間滞在できる特定活動の在留資格に変更することができると。 この在留資格に変更しますと、住民登録をして国民健康保険に加入したりとかですね、銀行口座を開設することができるそうです。7月31日までに1363人がこの特定活動に資格を変更したと。 で政府はウクライナから避難した人たちのうちですね、日本に親族などの受け入れ先がない人については、一時的な滞在先としてホテルを確保していると。受け入れ先となる自治体や企業などを探していて、4、えーまあ、月29日までに56世帯94人の受け入れ先が決まっているということです。まあ、実はあの、つい先日、私が賛成党代表としてある金融系の新聞社から取材を受けたんですが、その時にカメラを持っていた方が女性、背の高い白人の女性でしてね、 えー、あのその方、実はウクライナから来た人だということで、まあ、結構、日本でこうやって活動してるんだな、活躍してるんだなというふうに思いました、えー、ウクライナから日本に避難している人を支援しようということで、日本の、えーまあ、国の研究所が開発したのがです、ね、無料の自動翻訳アプリだそうでして、ここに、えー、ウクライナ語の通訳機能を追加したということなんですね。 え、こなあの、情報通信研究機構が開発した自動通訳アプリのボイストラという、これが AI が、音声を認識別して30の言語に対応できるんですが、 まあ、ウクライナから日本に避難してきた人を支援しようということで、8月2日からこのアプリにウクライナ語の通訳機能が追加されたということで、日本はこのウクライナをこうね、かく迎えてますが、しかしこれについてはいろんな議論がありましてね、じゃあミヤマーはどうなんだと。他の国からの難民に対して日本は厳しいじゃないかと。ほとんど認めてないじゃないかと。なんでウクライナだけこんなにということのバランスについて、まあ、いろんな議論も起こっているというのも事実ですね、えー。まあこれがね、白人コンプレックスでないことを私は祈るんですけどもですね、 えー、まあ、あの、日本のいわゆる波受け入れの姿勢そのものについてもいろんな議論がこれが出てくるんじゃないかなというふうな気がいたします。えー、さてですね、あの、アメリカとロシアの外務大臣外相が、えー、ウクライナ侵攻後初の電話会談を行いました。えー、ブリンケンとラブロフですね。えー、で、 えー、このブリンケンはこの会談で率直な、で、率直で直接的な会話が行われたと説明したそうです。で、話題は何が出たのかなと思ったら、まあこういう不和体だったのかなと思ったんですね。ロシアで拘束中のアメリカの女子バスケッ,ケットボール選手のブリ、ブリトニー・グライナーさんとですね、アメリカの海兵隊隊員の、元アメリカ海兵隊隊員のポール・ウィーラン氏の解放に関するアメリカの実質的な提案を受け入れるようロシア側に迫ったということなんですね。 で、この有罪判決を受けたロシアの武器商人、ビクトル・ボウト受刑者とアメリカ人二人の交換という話も出たそうです。まあ、囚人を交換し合うという、そういう交渉があったそうでして、ただプリンケンさんはですね、会談後にロシアが提案に応じる可能性が高まったが、高まったのか、あるいは可能性が低くなったかに関する見解を明らかにしなかったと。 ラブロフさんの反応についても触れなかったということで、まあ、あまり交渉がうまくいってらなかったんでしょうかね。このブリンケンさんによりますと、この会談ではですね、国会を通じた例のウクライナの国務輸出に関する合意が実施されることへの期待にも言及がなされたということで、まあ肝心、漢字の方の停戦とか、戦闘どうするとか、そういう話について話が出たのかどうかもよくわからないんですがですね、まあ、でも初めての外務大臣会談が行われたということでした。 えー、そしてアメリカは約725億円の追加軍事支援を発表,発表しています。えー、最大で5億5000万ドル。日本円にするとおよそ725億円、えー。具体的にその中身は何かと言いますと、先ほどもちょっと触れました高機動ロケット砲システムでありますハイマースに使われるロケット弾。えー、155ミリ口径の砲弾7万5000発などを供与するということです。でホワイトハウスは、えー、8月1日に えー、この、ウクライナ側と協議をして、ウクライナへの継続的な支援を決めたということを発表しています。えー、そしてですね、えー、ウクライナ側ではゼレンスキーがー、東部ドネツクからの避難を、避難を命令したと。えー、これは三十日、7月30日の夜だそうですが、ウクライナ統治下の、えー、東部ドネツク州にまだ残っている全住民に避難を命令して、この州で戦闘が激化するとの見通しを示したと。で、他方ですね、えー、ロシアの 在英大使館、ロシアの在イギリス大使館が、この同じ日に、ウクライナ軍アゾフ連隊の兵士には、公主刑による屈辱的な死がふさわしいとツイートしたそうです。で、これを受けて、ウクライナ政府はロシアをテロ国家と非難したと。こういう非難の応酬が起こっています。ゼレンスキーはですね、大統領はですね、ドネツキに残る数十万人を全面的に支援すると約束したと。 今の時点でなるべく多くの人がドネツク州を離れれば、ロシア軍が殺せる人もそれだけ少なくなると、ゼレンスキー大統領は述べていまして、あらゆる機会を使ってできる限り大勢の命を救い、ロシアのテロ行為をできるだけ制限すると話したと。まあ、あのロシアはもうついにテロ国家になったということなんですけども、 でもう一つですね、このウクライナ東部のドネツク州にオレニフカ収容所というところで7月29日にロシアが戦争を捕虜にしたウクライナ人50人以上がこの収容所で死亡したと。でその中には例のアゾフ連隊の兵士も含まれていたということですね。このオレニフカ収容所を誰が砲撃したかについてはロシアとウクライナ,ウクライナがお前だろお前だろと言って互いを非難しているという状況だそうです。 で、この攻撃が広く報道された、されてですね、そして先ほどの在英ロシア大使館がツイッターでアゾフの武,武装勢力が処刑に値するという、そういうツイートをしたということなんですね。で、しかし、この銃撃隊による銃殺ではなく、アゾフの武装勢力が処刑するに値する、しかし、銃撃隊による銃殺ではなく、公主刑によってであると。 連中は本物の兵士ではないので、連中には屈辱的な死がふさわしいとまで書いたそうですね。で、このロシア大使館のツイートについて、ツイッター社がですね、これは攻撃的な行為に関する自社規約に違反するというふうに認めたんですが、その上で、その旨の警告と合わせて掲載を続けることが公共の利益につながるかもしれないと表示している、ロシアはとんでもないテロ国家であるということをツイッター社としても広めたいんでしょうかね。 えー、そしてですねあの、ウクライナの大統領首席補佐官の方がです、ね、こんなことを言ってまして、ロシアはテロ国家、21世紀にあって何もしていない、えー、そういう人間を、何もしていない人間を、えー、公主刑で処刑するっていうのを、など、できた、などということを外交レベルで言えるのは、野蛮人とテロリストだけだ、ロシア連邦はテロ行為のスポンサー国家だ、これ以上、何の証拠がいると非難したという話もあります。 で、ウクライナ政府の他にもですね、ツイッターではですね、大勢の人がロシア大使館のツイートを強く非難していると。えー、そして、ブリンケン、アメリカの国務長官は、ロシア軍による残虐行為の責任をロシア政府に負わせるよう、アメリカ政府は努力していくと応じているということだそうです。えー、そして、あの、先ほどのオレニフカ収容所の真相について、ウクライナはですね、国連と赤十字による調査を求めていると。 赤十字のウクライナ代表部の副代表の文スコ部副代表という方がですね、赤十字が戦争捕虜を支援できるようにするのはジュネーブ条約上の義務だというふうに指摘しているということですね。 で、この収容所に拘束されていた方の中にはですね、5月に南東部マリウポリの攻防戦で捕虜になったアゾフ連隊の兵士が含まれていると見られておりまして、ロシア側はかねてアゾフ連隊のことをネオナチ、ネオナチであるとか戦争犯罪人だと主張してきたわけでして、今年2月に開始したウクライナ侵攻を正当化する目的の一つに、このアゾフ連隊の相当を挙げているということで、まあ、今回この収容所に入れて、処刑だろうなどなど言っているのはこのアゾフ連隊、 を意識しているような感じがいたしますね。で、収容所には新ロシア派の自称ドネツク人民共和国の、まあ、この収容所そのものはドネツク共和国の管理下にあるということですね。 え、ウクライナとロシアの双方は、ああ、相手が収容所を砲撃したと互いに非難しておりまして、ウクライナ政府はですね、ロシアによる拷問や殺害の証拠を隠滅するために、ロシア軍が砲撃したのだと主張しているということで、ゼレンスキー大統領は、ロシアの意図的な戦争犯罪だと批判、非難していると。で、対するロシア側はですね、ウクライナが高精度の多弾層ロケット砲で収容所を砲撃したのだとしていると。 この例のハイマースですね、を使って攻撃したのがウクライナ側だと。で、ウクライナ側が意図的な挑発行為に及んだとロシアは非難しているということで、まあ、泥試合的になってるわけですね。で、このウクライナ側は砲撃や爆撃を否定していまして、ゼレンスキー大統領の顧問が現場の様子から放火のようだと指摘しているというようですね、そんな状況になっているんですね。えーそ で次にですね、ちょっとエネルギー問題なんですけれども、このロシアがラトビアへのガス供給を停止するという措置に出ました。ガスプロもですね、これ7月30日に,30日にラトビアへのガス供給を停止したと明らかにしています。 え、ウクライナをめぐって緊張が続いている中で、ラトビアはロシア産ガスの供給停止を経験することになりまして、え、この新たな欧州連合 EU 加盟国として、え、その、経験する新たな EU 加盟国となったと。ま、あの、そういう経験している加盟国に、さらにラトビア加わったということですね。 で、このガスプロムは何と言ってるかというと、ラトビアについて購入条件に違反していると非難しましたが、ただ違反の詳細は明らかにしていないということです。ラトビアは天然ガスの輸入を隣国ロシアに依存しています。しかし、ラトビアでガスはエネルギー消費の,消費の27%でしかないということで、ラトビアの経済省の交換は今回のガスプロムの動きによって大きな影響を及ぶことはないだろうとしているそうです。 で、ロシアはですね、西側からの制裁が始まって以降ですね、ロシア産ガスを購入する国に対して、ユーロではなくルーブルでの支払いを求めてきたんですね。しかし EU 側はルーブルでの支払いは契約で定められていないとして、これを拒否しています。で、このラトビアのガス事業者の方が言っているにはですね、言ってることは、こういうことを言ってまして、ロシア産ガスの輸入にあたって、購入にあたっては、ユーロで支払っていると。まあ、つまり、このルーブルで支払ってないから、 お前,お前のところも停止するということなんでしょうね、これはですね。で、ガスプロムはですね、これまでブルガリア、フィンランド、ポーランド、デンマーク、オランダの各国に対して支払いをルーブルでしていないとしてガス供給を停止してきましたということですね。で、ロシアはまたドイツにあるエネルギー企業のシェルエナジーロロヨーロッパというところへのガス販売も停止しています。 ロシアのガスプロムは7月27日にロシアからドイツに続くこのパイプラインでありますノルドストリーム1これを経由するヨーロッパへのガス供給量を最大限の20%程度まで大幅に減らしていると5分の1まで減らしているんですねでロシアは西側各国から広範,広範囲な制裁を課されているとそれに対抗した措置がこういうことなんですねで EU 諸国はロシアがガス輸出を武器にしていると批判しています EU は現在、ロシア以外からのガス輸入を増やすことに努力してまして、その一環として、ノルウェー、カタール、アメリカからの液化天然ガス、LNG を購入しています。このガスがこういった中でガス価格が高騰しているというニュースがありまして、ヨーロッパで高騰していると。 7月27日にガス価学がヨーロッパで跳ね上がったということで、ドイツなど中,中央諸国、中央諸国へのガス供給をロシアがさらに削減したことが影響しているということです。欧州各国はこの消費するガスの相当量を、このノルドストリーム1を通したロシアからの供給に依存してきました。 ロシアはこのウクライナ侵攻後、ドイツまでのこのパイプラインのガス流量を減らしていまして、現在は先ほど言ったように通常の5分の1以下にしていると。これを背景にして、ロシア、ヨーロッパ市場ではガス価格が2%近く上昇してしたということで、ロシアのウクライナ侵攻後に記録された過去最高値に近い値段で取引されたそうです。 えー、でロシア側はですね、ロシア政府は自国,ロシアに,つい自国について、信頼できるエネルギーのパートナーだと主張していまして、この EU へのガス供給が最近停止されたのは、西側の制裁のせいだと、お前たちが悪いんだと、我々はちゃんと誠実にやってるんだということを言っているようです、えー。なんといっても EU はもう消費するガスの4割をロシアからの供給に頼ってきたわけですね。 で、まあ、あの、ウクライナ侵攻以降ですね、ヨーロッパの指導者たちは、ロシア産の化石燃料への依存を減らそうと、たびたび協議してきましてで、8月から来年3月までの間はですね、ガス使用量を自主的に15%削減することで、EU 加盟国は7月26日に合意しています。もうシャワーあんまり使わなとかですね、なんか国民生活を相当この苦しめるような、省、えーまあ、エネをやろうということなんですね。そこまで追い詰められていると。 ただ、こういったのロシアさんに依存しないぞという、こういう制裁措置には抜け穴も結構あるようでして、一定の条件を満たした国は削減目標の適用適を避けられる例外規定も設けられていまして、厳格さは弱まっているという指摘もあります。で、こういった中で、ポーランド、ロシアからのガス輸入を年内に完全に解消すると発表しています。え、このポーランドは強気ですからね、もともとですね。え、モラビエツキ首相がロシアはもうドイツを脅迫するようには、この国を 自分の国を脅迫できないと話したということです。こ、え、れ、ー、石油の方は、ロシア産の石油をめぐってはですね、EU は5月に、えー、回路で運ばれるものを年内に全面禁輸することで合意しています。えー、年内ですから、まだあ、まだ、あの、禁輸じゃないんですね。で、ガスに関しては、これから合意まで長い時間が、いわゆる合意まで長い時間がかかっていたんですけれどもですね、まあ、あの、先ほどのような状況になっているということですね。 で、ヨーロッパが、まあ、この問題で震源地かもしれませんが、ロシアによりますエネルギーの兵器化。エネルギーを兵器にしていると。この衝撃が世界各地でもう実感されるようにだんだんなってきているということですね。その中で日本については、三井物産と三菱商事。ここがサハリン2の資産価値を引き下げました。これはロシアと極東で手掛けている LNG、つまり液化天然ガスの開発プロジェクトであります、サハリン2。 この資産価値を合計2100億円まで引き下げたと。で、理由はですね、プーチン大統領が事業主体を、事業主体をロシア企業に変更するよう命じる大統領令に署名したと。まあ、先般もこのニュースを申し上げましたが、これで先行きが不透明になっているので資産価値を下げたという話になっています。えー、そしてですね、もう一つ、あの、今度は、エネルギーについてこの食料なんですが、 もう先ほどですね、この爆破事件があって、この事業家の方が亡くなったという話をしましたが、まあ、オデーサのミコーライウ市長がですね、SNS に投稿してまして、7月31日の未明にロケット弾40発が着弾し、2月の侵略開始以降で最も激しい攻撃だったと投稿してまして、輸出再開交渉に深く関わっていたという大手商社、大手貿易商夫妻が死亡した、 ことをした,したわけなんですが、ウクライナ大統領の顧問は、これは暗殺行為だと非難しているといまあ、ロシアは激しく攻撃していて、大事な貿易所まで暗殺したというふうにウクライナ側は言っているわけですね。で、ウクライナ軍によりますと、ロシア軍は7月31日に核兵器を搭載可能な短距離弾道ミサイルであります。例のイスカンデルですね。この例のイスカンデルを2発、ロシアが併合した南部クリアミアからオデーサに向けて発射したそうですね。 で、オデーサなど国家に面する港が封鎖されたのを受けまして、ドナー川の沿いの港から国海へ抜ける輸出代替ルートとして使われているのがドナー川河口の水路。ここで7月31日に輸送船の水先船が爆発したわけで、爆発装置が仕掛けられていたという、そういうニュースがあります。えー、水路は、この、迂回路として7月中旬に稼働し始めたばかりだったそうですが、爆発を受けて一時閉鎖されたということで、 なかなかの穀物輸出で合意してもですね、この足元がガタガタしていて本当にきちっと合意が履行されるのかという疑心暗鬼が広がったようですね。ゼレンスキー大統領は7月31日にこのウクライナの今年の穀物生産量がロシアによる軍事侵攻の影響で半減する恐れがあるとツイッターで表明しています。 まあそういった中で、まあ、曲がりなりにも8月1日のニュースでは、ウクライナ産の穀物輸出が再開されました、えー。ということです。で、オデーサの港から穀物を乗せた貨物船が出港したそうでして、ロシアとウクライナが合意した穀物輸出再開の第1便となると。で、トルコの国防省は、ウクライナ南部のオデーサ州の港から、穀物を乗せた貨物船が出港したと明らかにしたと。 というニュースが入ってきておりました。で、今般出港した貨物船は輸出再開合意後初めての便となるということで、国連はこの貨物船について2万6千トンのウクライナ産トウモロコシを運んでいて、トルコのイスタンブールで検査を受けた後、中東レバノに向かうとしているということであります。そこでですね、あの、実はあの、賛成党がこの議席を得まして最初の国会での活動が質問主意書、 提出し、えー、することであります。あの、今これ撮影してますのは8月4日なんですが、おそらく本日提出されていると思います。私も昨日ですね、質問収集の内容をちょっとチェックしておりましたが、もちろん、あの、神谷総平参議院議員の名前で政府に提出されると。で、まあ、議席は一議席なもんですから、えー、このあ、あちこちの委員会でバンバン質問するという機会は限られてしまいますので、これは党員の皆さんの思いを実現するという賛成と、 国政に参画するということで、党員の皆さんに質問主意書をまず書いてもらうということで、手分けをして何通か本日提出しています。その中の一つが、ウクライナへの我が国の防衛装備品の供与、並びに穀物輸出等に関わる支援に関する質問主意書というものがございまして、 国物に関してどんなことを質問収集書化で言っているかと言いますと、この8月1日にレバノンに向けて、ウクライナ南部の先ほど言った通り、オテッサス港から国物輸出が始まってですねで、それまで懸念されていた世界的食料危機を防ぐ最初の一歩となるとされている。しかし、今後情勢が二転三転する可能性が考える中で、まあ、ロシア、ウクライナ問題の早期解決が日本を含む世界全体の食料確保などの安全保障に大きく影響するため、 正確かつ迅速な対応が必要であると。そこで、この紛争の早期解決のために我が国がどう対応するのか、並びに穀物等の輸出を再開したウクライナへの輸送や穀物貯蔵などに関してどう支援しようとしているのかについてですね、いくつかの質問を出しています。 えー、例えば、その中でですね、我々が出しているのはですね、あの、ロシア産原因の金融措置を、まあ、もう、欧州諸国は原油価格が上昇したことを背景に、えー、この金融措置を緩和し始めたことからですね、えー、この日本もですね、ロシアとの関係についてはですね、やっぱり国内の影響についての考慮を、えー、もうやっぱりしながら慎重に検討する必要があるんじゃないかと。まあ、とにかく今までの、 消しからん消しからん経済制裁、経済制裁の一本営ではなくて、国益も考えた対応も必要ではないかと、えー、という問題提起もしています、えー。日本のウクライナ支援を機にロシアとの関係を悪化しており,おりまして、えー、この日露平和条約の締結に向けた交渉の中断をロシア側から表明されてしまっているということで、安全保障対話の継続も懸念されるなどの事態となっていると。まあ、ロシア、日本を敵国とみなすようなことになってしまっているけれどもですね、 あの、米国やイギリスや EU、諸国と足並みを揃えての対ロシア経済制裁強化を図ることが、これまで築き上げられた日露関係を具体的にどのように阻害することになるか、政府は具体的に検討したのだろうかということを、これを問題関係。で、今後日露関係をどういう、どのようにしていくのか、戦略的な見通しを示されたいということを聞いて、聞くことになっています。 えー、そしてですね、この紛争が長期化しますと、やはりこのロシアとウクライナの両国はですね、世界の穀物輸出国、市場供給の日本4割というですね、こういうシェアを持っている2国なんですね。で、これは世界の食料事情を極めて不安定化しますし、まあ、日本ももともとは食料自給率が低い国ですから、市場価格の動向によっては大きな影響が日本にも及んでくると。で、この世界的食料危機につながる事態をどう認識してですね、 どのように解決を考えているのかということも政府に問いただしています。またですね、この秋の収穫をやがて迎えるウクライナ、まだ約2000万トンの穀物が倉庫なんかに残ったままの状態であるということで、 あのー、今、今季の収穫分であります、1000万から1500万トンほどの穀物を保管する新たな場所が必要となると予測されていますが、まあ、こういったあの、穀物貯蔵、輸送といったことに関して日本の支援を策をどう考えているのかと、えー、いうことですね。えーまあ、あのー、つまりですね、で、またですね、この、 国物輸出再開で合意した国連、トルコ、ウクライナ、ロシアに対してですね、この申し出るべきことがあるんじゃないかということで、これはあの国会ですね、例の国会。そこの機雷総会に関する支援ですね。これは日本には実績があります。こういうことを申し出るべきではないかと、そういう質問書集書を提出している。もう既に提出されていると思いますが、これをご覧になったときですね。まあ、あの、いずれにしてもこの食料の問題というのはですね、 これあの、世界全体に及ぶ問題なので、これあの、ロシアがどうだうウクライナがどうだということを超えてですね、これ国益に立った、国益に立った判断も加えながら、この具体的な戦略をですね、日本政府としてもちゃんと持っているのかどうかということですね。ただあの、西側の制裁制裁というですね、これに同調するだけではなくてですね、そういったこれからの長期的な戦略的な見通しも含めた、 対応ということを日本政府に早速賛成党はこのぐらいナ問題については求めているということであります。え、いずれにしましても、矢野さんの話に戻りますと、このロシアが圧倒的な優勢の中で、まあ、あの、武力による現状変更というのはなされる形で停戦ということが秋ぐらいになると本格化してくるんじゃないかという話がありました。 でこうなってくると、これ何と言っても、このロシアは今回の戦争で中国にものすごく依存しているわけですから、中国ロシアの連携が深まり、中国のユーラシア大陸における影響力、そして太平洋に向けた、この現状変更への挑戦ということがますます露骨になってくる可能性があるということで、まあ、本当に日本の安全保障、本格的に国民の意識もそういうふうに変わってきていますけれども、憲法の問題も含めて、 え、本格的に考えなければいけない事態が、ますます迫ってるんじゃないかなというふうに考えます。どうもありがとうございました。